だから言ったじゃない。オリエンにも出てこないような部だよ。うん。でも、温室には人がいるかも。これが温室？
行かないと。直樹、千尋のためにも頑張ってね。直樹、はい。なんで昨日はカフェテリアに来なかったんだ？まあ、こっちは。
単にお前にやってほしくなかったんだろ。ナオ君にそんな正論を言われるとは思ってなかったよ。ユウじゃないや、クズミ君楽しかったよ。院長ってあだ名、いいアイデア。すみませんね。俺たちもそろそろ移動した方がいいな。うん、そうだね。宿題を忘れた者、前に出てこい。やってきてるなんて珍しいな。入学式の前の日、ノートを抱えて寮をうろうろしてたのは自主勉強か。テスト中にはその共同精神をしまっておけよ。というわけで今日は実力テストだ。宿題から問題を出すから、ちゃんとやってたやつは大丈夫だぞ。くずみくん、ちょっといいですか？じゃあ、なんでと思ってるの？くずみくんには尼崎さんにいろんな部活を見せてあげてって頼もうとしたんです。尼崎さん。はい。うちの学園では全員がどこかの部に所属しなくてはいけない決まりがありまして、してもらうことになります。あ、はい、わかりました。私も一緒に行ければよかったんだけど、今日は料理部の例会なんだ。ううん、大丈夫。くずみくん、よろしくね。ってこと
部は運動部からだね。なんだ、うるさいと思ったらやっぱりお前か。相変わらずお前の言ってることは分かりにくいな。なんだ、また悪だくみでもしたか。杏仁豆腐を頬張っている天ヶ崎さんがどうかしたか。え、なんで天ヶ崎さんが驚いてる？何も聞いてないよ、私。おい、直樹、無理に誘っちゃ悪いだろ。当たり前だ。